こんにちは、YouTuber、の正高です、えー、今回は、成、え、家、ー、誠さんが書かれている世界最先端の戦略がわかる Amazon という、えー、本を紹介したいと思います。えー、なるけさんというのはあの元マイクロソフトの社長さんでありますので、まあ、当然ですねあの、ビジネスモデルとか、まあ、テクノロジーに関してあの深い知識を持ってますのであとと、とても深い内容になってました。 でこの本の真骨頂としましては、えー、なぜアマゾンはここまで大きな企業になったのかとか、アマゾンのビジネスモデルから学ぶべきところってたくさんあるよねという内容が、あのー、非常に面白い内容になっていますで。ただ今回はですね、はい、こんにちは。えー、YouTuber の正隆です、えー。今回は、えー、成こ誠さんが書かれている、えー、世界最先端の戦略が分かる。 アマゾンという本をご紹介したいと思います。ナルケさんというのはですね、えー、元マイクロソフトの社長さんです。なので、えー、当然ビジネスモデルとかですね、えー、テクノロジーに関してあのとても深い知識をお持ちですので、あの内容自体も非常に深い内容になっていますで。この本の真骨頂としましては、えー、なぜアマゾンはここまで大きな企業になったのかとか、 アマゾンのビジネスモデルから学ぶべきところってたくさんあるよねというような内容が非常に深く書かれてます。なんですが、今回はビジネスモデルは横に置いておいて、アマゾンが持っている5つのテクノロジーについてご紹介をしたいと思います。一つ目ですね、アマゾン Go の可能性というところですね。アマゾン Go って皆さんご存知でしょうか えー、結構一時期話題になったので、あの当然知っている方も多いと思うんですけども、まあ、どういうことかというと、えーまあ、無人のコンビニみたいなのがありまして、そこに入っていって、えー、ただ手に取って、えー、店から出るだけで支払いが完了するというような、えー、そんなあのコンビニ、本当無人コンビニになります。で、これを可能にしているのが、えーまあ、センサーですね、あのカメラ。 とか、えー、とマイク、そういったもので、えー、実現しているということです。で、えー、まあ、GU とか、皆さん行ったことありますかねあの、日本でもレジなしというのがあの結構実現していることころもあるんですけども、GU だと、あの、すべての商品に RFID というのがついていまして、まあ、電子チップですね。まあ、それを籠の中に出て、えー、置くだけで、 まあ、あのどの商品が、えー、カゴの中に入っているかというのが分かるので、えー、無人でセルフレジで、えー、支払いができるということになります。でただ、ここの問題となるところとしましては、あのそのチップのコストですねあの。一つ一つの商品につけることになってしまうので、の非常に高くなってしまうと。でまあ、2025年ぐらいには、あの1チップ1円ぐらいまで下がるというふうに言われているんですが、 やはり1商品ずつにつけてしまうとなるとあの、それ、かなり高コストになってしまうというところで、まあ、特にコンビニみたいな低,低単価の商品を扱う際には不向きになるのかなというふうに思います。でそれに比べて、まあ、AmazonGo というのはカメラとマイクだけのセンサーのみなので、あの商品の数とか関係なしにできるというところで、まあ、コストが安い、くすぶというところであの非常に有利なのかなというふうに思います。で Amazon Go の導入にはえ多くのメリットがあります。え主にえ、まあ、当然、人手不足の解消になりますよね。あとは、あのリアルタイムに動性の管理ができると。まあ、そのことによって、商品の配置の自動最適化もできますと。で当然あの、万引きもできないというところですね。で、えーまあ、誰が何を買っているか分かるので、レコメンド機能の強化になります。 そういったあのたくさんのメリットがあるというところで、ナルケさんが最も強く主張していたことがありまして、こちらの AmazonGo が完成したら、当然外反するというところで、えーまあ、自身で作ったサービスを、まあ、外反して主導権を握るという戦略が得意な Amazon なんですが、まあ、これも当然してくるだろうというふうに言って言います。2つ目ですね、えー、AmazonGo と、えー、シェアリングエコノミーですね。でこれが 非常にですね、面白い視点だったのであのご紹介させていただきます。えー、これがですね、えー、AmazonGo を活用した配送ということで、まあ、言うならば、UberEats みたいな発想ですね。えー、AmazonGo を活用した UberEats みたいなイメージですで。どういったことかというと、えー、例えば AmazonGo 店舗に、あのー、いる近くの人がですねあの、プライムナウとかであの紅茶が飲みたいというところで、 紅茶を注文しますでそうすると、えー、近くのアマゾン o の店内にいる来店客とかですねその紅茶を注文されたという情報がスマホに転送されます。でそれを、えー、と届けることができる人っていうのが、えー、配達の承認をして、えー、またここは,はや早いもの減りになるのかなと思うんですけども、えー、紅茶をそ,、えー、その頼んだ人の家まで配達しますと。 で配達が完了すすれれば自動的にに報酬を受け取れるというようよななシステムになります、まあ、これって、あのーまあ、日本だとラストワンマイル問題とかが、まあ、大きい課題になってますのであの個人が気軽にあの配達の一役を担えるっていうこの仕組みというのはあのすごい面白いかなというふうに僕は思っていてこれは実現してほしいなというふうに思いましたで3つ目ですね、はいえー、Amazon エコーの真の狙いということで Amazon Echo っていうのが、えー、っと、いわゆるですね、あれですね、アレクサですね。アレクサ。知ってますかねあの。スマートスピーカーですね。で、スマートスピーカーと聞くと、まあ、多くの人は、えー、Amazon の注文が声でできるとか、まあ、明日の天気を教えてくれるとか、あとはお気に入りの音楽を流してくれるといった機能を、まあ、思い浮かべる人が多いのかなというふうに思うんですけれども、まあ、実は、まあ、これらっておまけでしか過ぎなくて、 えー、Alexa にはあのー、スキルというあの機能を拡張する仕組みがあるんですねなので、まあ、ス,なんだろうスマホでできることっていうのはもうほぼ全て Alexa でできるようになってしまいますで a z o n が狙いを定めている事情というのが、えー、家電製品になりますね、まあ、いわゆるスマート家電って言われてるもので、えーまあ、照明とかですねあとは玄関の鍵エアコンテレビといったことがものが、まあ、多くがまいま 対応している製品がありますなのでえまあ、近い将来ですねまあ、声だけであの家の中の全てのことが、まあ、できるようになると思いますでこの時ですねあの重要になるのがあの精度ですねやっぱりでその精度を上げるためには、えーまあ、いかに多くの声情報を入手できるかっていうのにかかってると思うんですねえー、まあデータが集まればそれだけ 優秀な AI モデルが作れるということなので Amazon エコー、まあ Echo の本当の狙いというのはいかに多くの場所で使ってもらってより多くの情報を取っていきたいということになると思ってますあのー、これ多分日本でも流行ると思いますで、えー、4つ目ですね、えー、エコールックというのがありまして、あのー、これ何かと言いますと、まあ、ハード的に言うと あの先ほどの Amazon エコ o にカメラがついたというまあシンプルな構造になりますけどもまあちょっとこれだとパッとあまりしない印象なんですけどもあのすごいのがあの専用のアプリでスタイルチェックっていう機能がありましてこちらがえ何かと言いますとあの2つのコーディネートの写真とかをアップでアップしますそうするとどちらの方があの色の合わせがいいかとかあの今時の流行っていうのを AI が判断して教えてくれるっていうんですね、えー、これいいですよねあのー、なのでこれもまあより多く世界から情報を収集している Amazon だからこそできる機能でえとこのエコールックにはこんな可能性があると思うんですねあのいつでも個人的な細かいファッションアドバイスをしてくれるとかえ手持ちのどの服と合わせればいいかあの教えてくれるとかあとはまあどの服を買えば あの、あなたに合いますよ。というようなレコモンレコメンドをしてくれるという可能性があると思います。まつまり、あのこれさえ使っていれば、特にファッションの勉強などは一切不要で、あの最先端の流行りに乗ったあの服装ができるということですね。えー、でもちろん、ここであのレコメンドしてくる服っていうのはあのお勧すすめしてくる服ですね。えー、と、当然 amazon の自社ブランドに寄ってくるというふうに思います。 なので、まあ、当然アマゾンが作るので、安くていけている服ということですね。なので、あのアマゾン自身もあの自分の、えー、服を進めることによって、えー、利益を拡大していくという狙いになっているんじゃないかなと思います。はい、最後、5つ目ですね、えー。ドローン配送という世界がまあ、すぐそこにあるというところですね。でまあ a z o n 号のところで、あの ラストマンマイル問題について触れてるんですけども、アマゾンはもっとですねあの未来を見ているということで、えーまあ、ドローンを使って無人配送というのをしたいというとことですねで。もうすでにプライムエアーという名前でサービスを、えー、実現しようとしています。でまあ、これ、夢のような話なんですけども、まあ、すでに実はイギリスでは民間テストを実施していて、あの技術的にはもう現実味を帯びているそうです。でそして 驚きなんですけども、そのコストですねあの、1日あたり約1ドルぐらいの費用で済むということなので、あのこれもし実現すれば、あのまあ、ほとんどの,です、ね、あの配送問題を解決してしまうような可能性を秘めていますで。さらに衝撃な構想をアマゾン持っていてあの、ドローン配送の課題としては、まあ、当然倉庫からあの配達する都市部とかに。 あの届け先があるとするとやっぱり距離がありすぎるのでえド,ロドローンの飛距離だとやっぱり難しいということで、えーまあ、これはアマゾンは、えーえー、まあちょっと思わずねあの笑ってしまうような構想なんですが、まあ、この案自体も実はもう特許を申請済みなようなのであのガチでやる可能性というのはあります。 えまあ一部だけなんですけれども、amazon のテクノロジーについてご紹介をさせていただきました。えー、ま、amazon のですね。とんでもない可能性を感じていただけたんじゃないかなというふうに思います。で、この本を読んでまあ、ビジネスの話っていうのを横に置くとまあ、テクノロジーというのは全ての人の夢を実現させるというまあ、可能性を持っていて、非常に素晴らしい時代だなというふうに、あのこの本を読んで改めて思いました。 あのぜひですね、えー、まだこちら読んでない方おりましたら、あのぜひ読んでみてください。はい。えーまあ、これからもですね、えー、僕の、えー、刺さった本というのをあのご紹介をしていきたいと思ってますので、えー、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。えー、また、えー、ブログやツイッターでも、えー、発信しておりますあの。ぜひフォローをしていただけると大変嬉しいです。えー、それではまた会いましょう。では。